ドラゴンクエスト2。はい、こんにちは、チチチャです。それでは前回悪魔神官にボロッボロにされたわけですが、リベンジすべく私は1時間ほどレベリングをしまして、そして装備も整えました。で、今の装備がですね、整えたって言っても武器しか整えてないんやけど光の剣を買って、で、ロトの剣のお下がりをサルマタくんにお渡しした感じです。ただね、ここでサルマタくんがレベル17になったので、ドラマナを覚えたんですよね。なので先に、折り木を取りに行こうかなと思います。ちなみに今ね、細井さんより猿又さんの方がヒットポイント少ないんですよ。4ぐらい少ないんですよ。細井さんに命の木の実を1個使ったっていうのもあるんですけど、かなり猿又くんのヒットポイントの成長が遅いです。チュチュチュー。よし。オッケー。ここら辺の敵はもう問題なくなってきましたね。ただ、ウミウシがやっぱりちょっと鬱陶しいかなって思います。世界地図。このまままっすぐ行くで良さそう。ウミウシが全然呪文効かないんで、結構めんどくさいなってやっぱ思っちゃうんですよね。小林さんに渡しとこう。世界地図すぐ見れるようにしたいな。なんか、ワンタッチで見れたりしないかな。私の知らない便利ボタンないですか。まあ、事前に調べたんですが、なかったんですけど。多分ないんだと思います。それ考えたら本当にドラクエ3以降かなり、シファミ版のね、ドラクエ3以降かなり楽になったんじゃないかなって思います。チュイーン。もうちょっとで、漁師の町に着くはず。あったー。よっ。まあ、なんでこっちから来たかっていうと、こっからローレンシアの城にかなり行きやすいんですよね。なんで、ついでに、言ってきました。ルークちゃん生きてたのに。報告はできない。トラマナ。ツルツル。よいしょ。ピュピュ。聖なる折り木。これは後で重要になってきます。で、私知らなかったんですけど、水の羽衣って、ファミコン版だと2着作れるってマジですか、あれ。ファミコン版やったことないんですけど、マジですか。めっちゃええやんってなった。ミンクのコートいらんやんってなりました。それではローレンシア行きまーす。ローレンシアこっから行くことができます。そう、一番最初にローレンシアの城で見た外れの街っていうのがこの街なんですね。さあ大神官、やるぞやるぞ。とはいえ武器しか揃えてないから多分耐えないんだよな、ヨナズ。あれ？いないんやが。いないんやが。え、いない、マジ？いなくなるの？稲妻の杖。大神官倒したら稲妻の杖もらえるのに。え、マジか。え、これ、ナイゴさんなんですが。マジか。知らなかった。知ってました、みんな。あ、いててててて。ドラマ流せた。ショックがでかい。まあ、でもしょうがないですね。では、次の紋章を取りに行きましょう。よし。
トゥルツツンチュン。よいしょ。音が、音がブンブン言ってる。これね、多分ね、うちの Wii 版の CD が傷ついてるんじゃないかな。音が途切れ途切れになるの。どうなんですかね。わかんないやん。まあ、セーブデータ消えたりしますからね。チース、一回止まります。夕べはお楽しみでしたね。いってらっしゃいますよ。まあ、Wii 版ではなんか音が途切れ途切れになるのも結構あるらしい。まあ、もちろん、ちゃんと保管してたらそんなことないと思うけど。まあ、CD ってやっぱそういうとこありますよね。まあ、そう考えると、カセットって、すごいなって思う。なかなかならないらしいですかね、そういう不具合は。やっぱ、任天堂はすげえなぁ。キーキー。ということで、メミルとの戦いに、どうしよう。魔導士の釣りや。こいつもまた強いんだよなぁ。ベギラマ。ほら、痛い。またベギラマ来たら死んじゃうよ。遠藤さん死んじゃう。ヘイ。お、仲間を呼んだ。助かった。助かったけど、あんまり嬉しくはない。アメホイミ。よし。オッケーイ。レギュラーは。オブニー。オブニー、オブニー。一応、回復しとこう。一応ね。よし。勝ちました。危なかった。やっぱレベル上げとってよかった。メホイミ。オッケーオッケーイ。遠藤には、ホイミ。で、ここのここを調べると、水の紋章が手に入ります。ほっ。だいぶ集まってきましたね、紋章も。ここから話せないのか。話せないのか、焚き火越しには話せない。大きな海のどこかに精霊の祠がある。5つの紋章を手に入れた者は、そこで精霊を呼ぶことができるっていう、情報が手に入ります。じゃあ次はロトの兜を手に入れに行こうかなと。ズズルズズ。これさぁ、これファミコン版でノーヒントだとだいぶ辛いんじゃないですか。私初見プレイの時スーファミ版でもかなりきつかったんですけど。なんか話を聞くと、ファミコン版のドラゴンクエスト2の方が全然難易度高いらしくて。私でも初見プレイのドラクエ2、生放送でやったんですけどね。それもね、かなりきつかったよ。いろいろ。情報が散らばりすぎてるし、ルーラーでいろんな街に行けないしで。いや、ほんと大変だった記憶があります。つるーん、つるーるん。ファミコン版で初見プレイしたら、クリアできないワンチャンあるもんなぁ。じゃん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 。どうも。どうも。おう、わしは待っとった勇者ロトの子孫が現れるの。そなたたちにロトの兜を授けよう。確かこの人めっちゃ冷たいんだよ。これロトの兜取るじゃないですか。めっちゃ冷たい。ほら、用はないはず。行くがよい。冷たーい。ということで、ロトの兜は小林さんが装備します。多分、遠藤さん装備できなかったはずです。ということで、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。